これもひねればひねっただけパワーが出ちゃうやつですね。私の許容範囲外かもしれない。パワーがでかすぎてね、そこまでいらないんだけどな。はい、次はこれ乗ります。 MT-09 はイーゾーおじさんがやたら勧める MT-09 乗ります。かっこいいんだよね。足隙は？あ、さっきのあれと一緒だわ。GSXS7 半。いや、もうちょい余裕あるね。かかとまでついて膝もだいぶ曲がります。お、ショック柔らかい。よっ。よし。じゃあ行きましょう。全部、まっすぐにならないんだね。ちょっと斜めなんだね。こうか。お。一足のショックがでかい。うん。これがモードが、レスポンスがいいやつ、レスポンスが鈍いやつ、スタンダード。で、トラクションコントロールが1と2があって、で、オフにもできると。1。うっ。うわ、乗りやす。タンク細いね。グリップする場所。ほう。だいぶ気温が下がってきたな。ああ、こりゃ乗りやすいわ。じゃあ行きましょう。左。ああ、ホーンがすげえ近いところについてる。ウインカーと。うい。発進もしやすいですね。ああ、乗りやすい。ストレスフリーだね。この MT-09 がモタード寄りの設計なんだったかな。もう乗車姿勢が最初の KTM と同じ感じだわ。だからタンクがこうだいぶ細いのかね。箱根峠行かなくていいや。駐車場、もうこのバイクなら大丈夫だ。何このヒューンっていう音。おお、やっぱ 900cc、 800何十何cc か、それだけの排気量のパワーはあるね。でもすごく扱いやすいです。あこれもひねればひねっただけパワーが出ちゃうやつですね。じゃあ湯河原パークウェイ。あら。じゃあちょっとまた待機。今のうちにじゃあバイク見るか。
このバイクが、クイックシフターがついてますね、これ。なので、アップするときはクラッチがいらない、ダウンするときはクラッチがいるですね。タイヤ太、サイズなの180-55-17。MT-09 3+6=9だね、ちょうどナンバープレートが。よく見る MT-09、 よく見る。後ろ荷物詰めるかな、これも。ここが傷だらけになりそう。交通量すごいなんでここから先が行けないからってことかな。本当なら箱根峠の方行かないで、ここから十国峠、ドライブインみたいな、あそこを行こうと思ったんですけど、崖崩れで行けないっぽいんですよね。ずいぶんこのベルト長えな、もっとぴっちりしててもいいような気がする。もう止めどねえから行こうかな発信しやすい。さっきの GSX-S7 半の方がジェントルな感じはしますね。こっちの方が元気がいい。乱暴な感じするね。よいしょ。荒々しいわ。操作系が、言い方悪いけどガサツなのかな。クラッチ使っちゃった。しっとりさがないですね。あ、サスがしっとりしてるけど、他のパワーの出方とか、あとスロットルの反応とかが、あとABS めっちゃ効く。あれでもこれスロットルの設定スタンダードなんだけどね。どうやるんだっけ、こうか。これが俊敏。あー、下りが少し辛い。体勢が腕で支えちゃう。こうだいぶ、なんていうの、なんて言えばいいかね前傾姿勢でこう体を固定しづらい。腕で支えちゃう。タンクで支えても上体が前に行っちゃう。
モタード系ってみんなこうなんかね。ドゥカティのハイパーモタードもそうだったし、今日乗った KTM のジューク390もそうだったし、これもそう。下りが若干どうしたらいいか分かんない体の支え方が分からない。腕で支えちゃう。ボコボコいってるボコ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 、こうやってスロットル閉じた時ボコ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 っていう。うん、でも動きは軽いですね、かなり。あまり重さを感じない。それは250とか KTM のさっきのやつに比べたら重くは感じるけど、ボコ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 聞こえるのかな、これ。ボコ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 、音かっこいい。でもこのヒューンってやつがよく聞こえちゃうか。これこれ何の音なんだろう、これ。ヒョンヒョン。だいぶメカメカしいですね、このバイクは。いい子ちゃんじゃない気がする。あ、終わっちゃった湯河原パークウェイ終わっちゃいました。なんだ、右足のなんていうの、くるぶしが非常にバイクに当たる。ちょっと痛い。左足はまあ当たるっちゃ当たるけど、そんなに他のバイクと変わんないけど、右側がすげえ感じる、バイクの車体を。なんなんだろうこれ。くるぶしのところにあるプレートが私の体型と合ってねえのかな。このバイク800何十 cc もあるのにおもちゃ感あるぞ大人のバイクじゃねえぞこれホーンを押しそうになる、すごくこのバイク。はい、うん、バイクの大きさ的には私似合ってるかもな。私ちょっと身長があるんでね。ほい。すげえ元気いいな。あー、これ私ちょっとスロットルのこれ変えるわ。A だとちょっと合わねえ。スタンダードは A だと敏感すぎる。うん、これだな。やっ、速っこのバイク。このままいける？ギア。いける。余裕。このバイク。ちょっと危ねえね。私の許容範囲外かもしれない。このパワーを扱いきれる気がしない。2速だからってこと？
まあ3作なんですけど、あー3作かな。ちょっとね、私の想定以上にパワーが出ちゃう。あーでもどっからでもパワー出るね。ごく低回転以外だったらどっからでも強烈にパワーが出ます。速っこのバイク。事故る人いっぱいいそう。この3作のままいける？いけちゃうね。あーいけませんいけません。このバイクパワーありすぎる。ちょっと私には不要なパワーだこれ。MT-09 イーズおじさんから勧められたけど、私ちょっとこれダメだわこれ。もうちょい紳士的なバイクがいい。パワーを持て余す。あ、せっかくだから B モードも試そうかな。これ雨の日用だってさ、スロットルの感度を スタンダードと変わったかこれ。あ、変わってるね。こりゃトラクションコントロールいるわ。めちゃくちゃ持て余すな椿ライン。このパワー。（笑）黙ってしまう。あ、段差っていうかダダダダ、ちょっと不安定だねこのバイク。クラッチ使っちゃうよ。曲がりながらのダダダダが今まで乗ってきたバイクの中で一番不安定かも。車いた。音かっけえな。右側からすごいボーっていうのが聞こえる。右下からノーマルでこれか。お、ちょうど駐車場だわ。また見よ、降りて。はい。
これ、ああ、私向きじゃない。事故っちゃうきっと。フルロック。ああ、大丈夫だね。スロットルちゃんと操作できます。フルロックからの U ターン。私はよく変な道行くからさ、これができないとダメなんだよね。うん、すごく低回転からでもやりやすい。これは？うん、やりやすい。やりやすいけど、ニュートラルも入りやすい。私にはオーバースペックだな。いや MT-09 かっこいいなとは思うんだけどさ、まあ、でもめちゃくちゃいろんな人に勧められるからさ、いつかは乗らないとダメなんだろうなと思ってたけど、持て余す、すげえ持て余す。なんて言えばいいのかな、シフトチェンジいっぱいしようと思えばそういう運転もできるし、そういう乗り方にも合ってるのかもしれないけど、その先にものすごくパワーがあるから、それを使いたいんだよね。使いたいんだけど、パワーがでかすぎてね、そこまでいらないんだけどなみたいな。あ、そしてね、私が今一番不安に思ってること、ブレーキの効きが甘い。特にフロントブレーキ、単純に制動力が弱いのか、自分が思ってるよりスピードが出てるのか分かんないけど、自分が止まってほしい感じで止まってくれない。もっとグワって聞いてほしいんだけどなっていう握り方なんかな。ちょっと待ってね。あれ危ねえ。ああ、やっぱブレーキ不安。フロント、とっさに何かあった時回避できなそう。イメージとしては標準でついてるブレーキパッドから、金がないからつってよくわかんないアマゾンで売ってるブレーキパッド入れたみたいな、あ、そんな感じ。あ、だから速度が出るのがなんとなくおっかないのかな。さっきの GSX-S7 半はさ、すっげーブレーキ効くからグワーってパワーもすごくあってどんどん加速していくんだけど、このブレーキがあるから大丈夫って思えるんですよね。だから心配したことってなかったんですけど、このバーって加速してってコーナーに入る手前のブレーキが非常に不安だから、あーって元気よく行ききれない、止まれねえんじゃねえかなみたいな。自分のイメージより奥側で効いちゃう、コーナーの効いちゃうっていうか奥側まで行っちゃう。
私が下手だからですか、これは。立てる？おお、すげえ立ちやすいこのバイク。グラディウスより立ちやすいし、今日乗ってきたバイクの中で一番立ちやすい。なるほど。あー、ここまでの排気量はいらないな。排気量っていうかこのパワーの出方かな。このパワーの出方でこのブレーキはちょっと違うでしょう。もっと止まってほしい。酷評。持て余す。非常にパワーを持て余す。うん、今クイックシフター使ったこれね、せーの、これ車体が重いのかな。でもそんなにこう曲がってる感じは、そんなに重い車体って感じはしないんだけどね。フロントブレーキの利きが重いバイクっていう感じなんだよね。ただいまの気温8度になりました。うん、スリッパークラッチついてるとはいうものの、ちょっとガンってなるね。 MT-09 乗りの皆様ごめんなさい、私このバイク合わないです。私の中ではいや出かけたいバイクっていう感じではないですね。でもあとおそらく私自身がハードルを上げすぎちゃったのはありますね。みんながいいいいって言うし、走ってるのもすごく見るから、めちゃくちゃいいバイクなんだろうなと思ったら、うん、いいバイクなんだろうけど私には合わないですね。うん、ニュートラル入りやすい。あとこのエンジンのこの出っ張りがちょっと右側かなり邪魔、左側も、うん、結構足ぶつかる。右は膝の内側が当たるし、左側はふくらはぎの内側が当たる。どうもーん。これクイックシフター。そういやシフトすっこすこと入るね。シフトチェンジでの不安が全くないわ。ちょっと乗り方変えてみよう。私が思い描いてるコーナーのラインがトレースできない。オーバー気味になっちゃう。この進入時にまずさ、何度も言ってるけどブレーキがちょっと弱いからさ、コーナーの奥までまず行っちゃうんだよね。ブレーキさえなんとかすれば、まあ確かにパワーは有り余る感じではあるんだけど、
い安心してスロットルひねれそう。それとも MT-09 がじゃなくてこのこの個体がそうなのかもしれないしね。本当バイクって乗らないと分かんないわ。慣れてないっていうのもあるんだろうけど、このアップ側だけクイックシフターがついてるっていうのがちょっと違和感。一瞬考える頭で、まあそれは慣れてないからだろうな。慣れれば何も考えないでできるんだろうけど、6速の音すげえんだけど、ギアの音。わあ、でもパワーがすごすぎて6速からでもビンビンに加速してくわ。おお、夕日だ。もう一回乗れっかな。時間によっちゃギリギリ乗れないんだけど、もう一台だけでも乗りたいやつがあるんだよね。他のももっといっぱい乗ってみたいのはあるんだけど、もう一台どうしても気になるやつがあるからさ、乗りたいんだけどな。ストレス発散とかでビンビンに乗りたい人は比べるのもちょっと申し訳ないあれなのかもしれないけど、失礼なのかもしれないけど、 KTM のデューク390の方が面白いと思う。まあ、あと国産の安心感っていうのもあるか。はい、終わり。ニュートラル入りやすい。まあオフ車だからね、若干不得意分野を今走ってるんだろうけど。